子供の国駅は、神奈川県横浜市青葉区奈良町寺中高地にある、東急電鉄子もの国線の駅。子供の国線の終着駅である。駅番号は、KD03。名前の通り、遊園地、子供の国の南西に位置している。行き止まりの短式ホーム一面一線を有する、地上駅である。方面標識や番線表示はないが、電車接近時には、 まもなく一番線に電車が参りますとの放送が流れる。ホーム有効庁は開業当初から5両編成の列車の発着が可能なように建設されている。これは当時の交代支付祭が子供の国に来園した際に特別列車の発着と他客時の臨時列車の運転に対応できるようにしたためである無人駅で通常は長津田駅から遠隔監視を行っており、 用事のある乗客には、同駅の駅員がインターホンにより対応する。また、ファックスも備えている。通常は自動改札機が3通路あるが、交落時期になると自動改札機の左側にある臨時改札を使用し、子供の国開園時間中のみ友人駅扱いとなる。なお、臨時改札には IC カード改札機は設置されていない。パスもスイカの使える自動改札機。 自動生産機や東急多路線の乗り継ぎを含めた回数券用の自動券売機を設置しているため駅員無配置でもある程度のことが可能なように整備されている。例えば乗車券を間違って購入してしまった場合その乗車券をもう一度自動券売機に挿入すると長津田駅からの遠隔操作で払い戻しができるなどの簡単な対応ができるようになっている。また自動生産機は 乗車券を購入しなかった乗客の運賃の支払いにも対応している。駅舎は横浜高速鉄道の所有で子供の国線が横浜高速鉄道に譲渡された際、駅の無人化対応を行った後に改築されたものである。開業当初は子供の国園内にある交代式年間と同様の形状の屋根を持つ駅舎で有人駅であり、長津田駅より 駅係員が常時1名が派遣されていた。このほか開業時から現役者が進行するまでは自動券売機や自動改札機が設置されておらず、東急の駅で一番最後まで出札窓口が設置され、乗車券発売や改札業務は友人で行っていた。なお、当駅で購入可能であった乗車券は東急線内のみに限られていた。 1989年のワンマン運転開始以降は、列車が到着している時のみの販売で、子供の国の救援日は、終日無人駅であった。ホーム子供の国線が弾薬古線であった時代は、当駅から先も線路が続いていた。駅前から伸びている桜並木がその線路跡である。当時は、そのまま、奈良川を渡り、子供の国中央広場周辺に、貨物ホームが設けられていた。なお、 弾薬古戦時代には、蒸気の他にも現在の子供の国、温玉に設けられた分岐点から、奈良橋バス停留所付近を斜めに横断して奈良川を渡り、子供の国牧場口駐車場へ至る線路があった。しかし、こちらも現存せず、一部廃線跡が残るのみとなっている。一日あたり乗乗、乗車人員の推移近年の一日平均条項、乗車人員推移は、下表の通り、 東急電鉄子供の国線、田駅子供の国駅、東急電鉄の1日平均利用客数、東急電鉄の統計データ、神奈川県県西洋欄、ありがとうございます。